り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形。子供につなぐ宮大工、目指すのはこちら。文化遺産を保全する取り組みを強化する。神奈川県のショッピングモールでとあるイベントの真っ最中、子供たちが行っているのはカンナ削り。このイベントを立ち上げたのが宮大工木造技術継承協会。どんなイベントなんだろう。全国のお子様に向けて宮大工の技を体験してもらうために、子ども宮大工専任プロジェクトというものをスタートいたしました。日本の歴史と伝統が詰まった神社仏閣、釘を使わずに木と木を隙間なく組み合わせる最高峰の技術によって建てられています。1400年続くこの技術を継承しているのが宮大工さんだけど、本当にアナログの仕事ですので、あともう5年もしたら絶滅危惧状態でして、高齢化が進みその数は減少しています。そこで宮大工の技を子どもたちに伝えていくプロジェクトをスタート。実際に使われている本格的な道具に触れながらカンナ削りを体験。向こうが透けて見えるほどに薄く削る技術を学びます。うわー、え、すごい。めっちゃ楽しかったです。本当にかっこよかったです。表面をきれいにするだけでなく防水の効果も得られるんだって。一目でもこうやって見ていただくのは子どもたちの未来の力になると思って、その技をあと1000年未来に引き継いでいっていただきたいという思いでやっております。伝統を紡ぐ宮大工の技。